みんな、ここだよ、ここ。ここが、この町にも新しくできた、日本一接客態度の悪い店だよ。これ、レストランなんだよな。そうなんだけど、名前の通り、日本一接客態度が悪くて、それがある意味面白いとかで人気になってんだよ。だから今日は、それがどんなものなのか体験してみたくてね。接客が悪いとか、なんか面白そうなお店だぜ。あ、早速店員さんみたいな人が出てきたぜ。いらっしゃいませ。ここが日本一接客態度が悪いレストランとなっております。この扉を入ると態度が悪い接客となります。ご案内いたしますね。へえ、中に入った瞬間態度が悪くなるのか。でもあんなに優しそうな店員さんが本当に態度悪くなるのかな。全然怖そうにないけど。まあまあ、とにかく入ってみよう。席に案内してくれるのかな。うわー、中はピンクの椅子やテーブルでかわいい。早く歩け、邪魔だ邪魔。さっきの優しそうな店員さんが激変。早く歩けって言われたんだけど。邪魔とも言われたわよね。突っ立ってたら邪魔だよ。早く奥の席座れよ。店員さんに邪魔者扱いされる。急にものすごい怖い接客だぜ。奥の席って言われたけど、ここでいいのかな。でも私たちはみんなで5人、椅子は4つしかないから席が1つ足りないよ。すみません、俺たち5人だから席が1つ足りないんですけど。ねえ、自分で隣のを取りな。いちいちこっちに言うんじゃねえよ。しょうもないことで呼ぶなっつーの。だって勝手に取っていいって。それじゃあ1つこっちのを借りよっか。なんか私たち悪いことしてないのに怒られてる気分になるね。あ、って言ってたら店員さん来たよ。なに言われんの。うわ、びっくりした。いきなりメニュー表が吹っ飛んできた。メニュー表が投げられる。私なんて目の前で投げられたから当たったら危なかったんですけど。はあ、こっちは接客のプロなんだけど、メニュー表投げるの得意なんだけど、文句ある？ありません。じゃ、決まったら言って。すごいね、間違いなく日本一接客態度の悪い店だわ。でも料理はすごく美味しいっていう噂なんだよね。メニューは何があるのか見てみよう。ただチンしただけのカレーライス、友達が全然いないお前にぴったりなチャーハン、スマホ触りながら作ったハンバーグ、作るのめんどくさいから頼むなステーキ、残り物を適当に合わせたお子様ランチ、お前のお母さんより100倍美味しいオムライス。メニューの名前がどれも嫌な感じ。うん、どれも料理名は。ただチンしただけのカレーライスって家でも食べられるしな。スマホ触りながら作ったハンバーグもなんか嫌よね。ステーキに関しては作るのめんどくさいから頼むなって書いてあるしね。お前のお母さんの作った料理より100倍美味しいオムライスってなんかでも気になるぜ。まあまあ、でもこれはきっと名前が悪くしてあるだけで、本当に料理は美味しいはずだよ。だから私は大好きなハンバーグ頼むと。じゃあ私はただチンしただけのカレーライスにしてみる。俺はあえて頼むなって言われてるステーキにしてみよっかな。すみません、注文いいですか。え、無視？っていうか、あれ、TikTok 撮ってない？ああ、スマホ持ってノリノリで踊ってるもんな。すみません、注文したいんですけど。店員が
TikTok を撮ってる。注文をお願いしたいんですけど。めんどくさいわね。今 TikTok 撮ってんだから邪魔しないでよね。でも私たち料理頼みたいんですけど。めんど。何？何食べるの？え、こっちまで来てくれないんですか？え、遠くないですか？なんでわざわざ私が注文取りにそっち行かなきゃいけないんだよ。そこで早く言えよ。注文を取りに来てくれない。じゃあスマホ触りながら作ったハンバーグと。はー、聞こえない。もうちょっと大きい声で。スマホ触りながら作ったハンバーグと、友達が全然いないお前にぴったりなチャーハンと、って、このメニュー名を大声で言うの恥ずかしすぎるんだけど。注文は大声で言わなければならない。あと作るのめんどくさいから頼むな、ステーキで。作るのめんどくさいから頼むなって書いてあるのに。はぁ、だる。メニューを頼んだら舌打ちされる。っていうかさ、一度でいろいろ言われても覚えられないからさ、メニューの番号で頼んでくれない？何番と何番と何番でって。気使ったよね。番号？え、そんなの書いてあったっけ？いや、特に書いてない気がするけど。待てよ、このメニュー表よーく見ろ。虫眼鏡で見てみたらよくわかるけど、3番とか4番とかすごくちっちゃく書いてあるぞ。ほんとだ、こんな小さいの気づくわけないし。この番号で頼むなんて誰も思わないわよね。メニューの番号がめちゃくちゃ小さく書いてある。まだ？まだならもう料理なしね。いやいや、頼みます、頼みます。じゃあ1番、2番、3番、4番、6番で。うわ、全員違うメニュー頼むとか、だるー。接客態度もだけど、なんかいろいろ変わったお店だね。お、いよいよ料理が運ばれてきたみたいだぜ。はい、どうぞ。うわ、何その雑な置き方。運んであげてるんだからありがたく思ってね。料理が雑に置かれる。でもやっぱりどの料理もすっごく美味しそうだね。メニューではただチンしただけのカレーライスって書いてあったけど、これすごくこだわって作ってそうなカレー、美味しそう。あれ、でもスプーンがないよ。すみません、スプーンください。はぁ、スプーン取りに行くのだるいから箸で食べて。箸を出される。お母さんの作る料理より100倍美味しいオムライスって書いてあったけど、本当そうかもしれないぐらい美味しいぜ。だな、料理は大満足だ。はぁ、美味しかったな、チーターン。うん、帰ろう、ショータン。あ、隣のカップルはもう食べ終わって帰るんだ。はい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 、お前たち注目。何？このテーブル片付けて机拭いて。え、私たちが？お客さんとして来たのに店員さんの仕事させられるの？私さ、ずーっと立ちっぱなしで疲れたんだよね。だからさ、ちょっと交代してくれない？いや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 、店員さんは働いて、お客さんはゆっくりする立場なんだから。疲れたとかないでしょ。この店のルールは私たちが決めるから。ふぅ、疲れた。いやいやいや、どれだけ勝手なんだよ。それに机に足乗せちゃってるし。いいから、早くそっちのテーブル片付けて。ほら早く。え、はい、もう。なんで私たちがこんなことしなきゃいけないんだよ。
でもお店屋さんごっこみたいで、俺はちょっと楽しいぜ。すみません、女の人に言われてお皿持ってきたんですけど。ああ、洗って。ん？今洗ってって聞こえたけど、さすがに気のせいだよね。早く洗って、今作るので忙しいからさ。やった、洗ってって言ってる。気のせいじゃなかったぜ。お客様として来たのにお皿洗いや片付けをさせられる。ふぅ、お皿洗い完了。はい、じゃあ次これ隣のテーブルに運んどいて。料理運ぶのも私たちがやるの？どうせ隣のテーブルなんだから戻るついでに運んで。もう接客態度悪いというか、私たちパシリに使われてない？お待たせしましたって私が作ったんじゃないけど、こんなお手伝いしてる間に私の料理が冷めちゃうじゃんね。で、あれ、私とジャックの椅子がなくなってない？ああ、ケイちゃん、それがさっき。どうしよっかな、椅子が足りないのよね。あ、この椅子使えばいいか。いや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 、それ今お手伝いに行ってるケイちゃんとチャック君の椅子なんですけど。はあ、若いんだからあんたたちは立ちっぱなしでもしんどくないでしょ。座る必要なし。で、椅子を持ってかれちゃったの。なんじゃそりゃ。若いからと椅子を使わせてもらえない。仕方ない、こうなったら床に座って食べるぜ。ああ、いたいた、お前たち、さっきはお皿洗いお疲れ。お礼にお前たちにニックネームつけてやるよ。え、ニックネーム？もしかしていいことしたから超優しい美少女とかいうニックネームでもつけてくれるのかな。まずお前のニックネームは何？何？はい、これ。あ、クラス1嫌われてる虫歯女。なにこれ、めっちゃ偏見じゃん。じゃあ次お前は猫耳みたいな髪型ぶったアホ女。なに、猫耳みたいな髪型ってこのお団子が可愛くないですか。そしてお前はぶりっこクソ野郎。クソ野郎って何ですか。そしてお前は声がでかいから騒音おじさん。おじさんだ、俺まだ小学生だぜ。そして最後のお前は自分がモテてると思ってる勘違い野郎。別にモテてるとか思ってないし。あだ名を偏見でつけられる。変なあだ名はつけられるし、まあご飯も食べ終わったところだし、もう帰ろっか。そうよ、いつまでいるのよ、邪魔だから早く帰って。はいはい、帰りますよ。お店から出るまで立ち止まらないでくれる？邪魔だから。うわ、最後の最後まで接客態度悪いな。ほら、止まるな止まるな、早く行け。という日本一接客態度の悪い店でしたが、大丈夫でしたか？ああ、扉を出たから普通のお姉さんに戻った。ごめんね、ここは日本一接客態度の悪い店がコンセプトだから、子供の君たちにもああいう態度になってしまったんだけど、本当に大丈夫だったか？怖い思いしたよね、ごめんね。いえいえ、中にいるときは正直って思うことあったけど、こんな経験したことなかったのでちょっと楽しかったです。うん、態度の違いがすごすぎて尊敬します。ちなみに料理もめちゃくちゃ美味しかったぜ。本当？ならよかったわ、またいつでも来てくださいね。それでは私たちはお店に戻るので、ありがとうございました。また来まーす。一生来るんじゃねえよ。あ、お店の中入ったからまた態度悪くなった。
だけど元はすごい優しい店員さんなんだろうね。あの店員さんの代わりよ、すごかったなって思った子は評価をぜひ。それじゃあまた次の動画でね。